おはようございます。3月21日10時25分、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日、ドル円に関しましては、おしめ買いで、119の10ちょうどで買いから、118円の80でストップ、119の3545でリグいをイメージをいたしました。ユーロドル1.10の6575での売り、1.11ちょうどでストップ、1.102010買い戻し。 えー、ユーロ円ですが131円の4535買いから131円の10ストップ131円の8595利食いを、えー、ポンド円は156円の6050買いから156円の20ストップ157の3545利食いタイドルは1.314030買い1.31953205 1 1 1ストップ、1. 3, 5 3 5で利食い OG 円は88の10ちょうどで買い、87の7 5ストップ、88の556 5折り食い、タイドルは0.739080買いで、0.7360ストップ、0.74354号折り食い、乳児円は82の2010買い、81の8 5ストップ、82の758 5折り食い、タイドルは0.689080買い、 0.6865ストップ、0.695060利食いをイメージをしております。ドル円119円台での揉み合いです。先週金曜日9円の40までやって、そこから緩んでも結果的には丸9レベルぐらいまでしか下がらずといったところで1円で引けて、今朝方からはまあ上値の方もですね、30円。 で止まってますけれども、下値も、まあ、ほとんど119円の、えー、10割れないような状況で、えー、推移をしておりました、まあ、東京、お休みということもございますが、えー、輸出の売りが先週金曜日の夕方から、えー、明日の東京の9時まで、えー、本日が祭日なので残ってると思いますので、えー、40から上はしっかりと50も含めて、売りオーダーが残ってるだろうというふうに考えます。 海外勢がどこまで上を買ってくるのかにもよりますけれども、一旦上値のトレイはありそうだなという気はしております。推しを買ってみて、それを待ちたいなというふうに考えています。また何かございましたらよろしくどうぞお願い申し上げます。簡単でございますが、本日のモーニングショットこの辺で終了です。